岩村徹は、明治後期から大正期の日本の美術批評家、東京美術学校教授、東京小石川区生まれ。岩村家は、土佐藩が老いが家の家臣で、父、岩村隆都氏は後に、佐賀県令、愛媛県令、福岡県知事、貴族院議員などを務め、男尺となった。母、恩世。徹は、慶應義塾幼稚者、同人者、東京英和学校と進むが、 中途大学。1888年にアメリカに渡り、キングストンのワイオミングセミナリー及びニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインで絵画と美術批評を学んだ。この頃、アメリカにホンダ・ヨイチもいてお互いに信仰を深めた。ラスキニやハマトンの影響を受け美術批評家を志す。1891年にロンドン、パリと移り、 アカデミー・ジュリアンで学ぶ。パリ滞在中に黒田・キヨテルナと交友を持った。1892年にイタリア各地の美術を見て回った後、帰国。1893年、母校、東京英和学校の図が英語教師となり、この頃から本格的な美術批評を開始。1894年、明治美術学校で西洋美術史を講義。1896年、 黒田清照が創立した白馬会に参加した。1899年、東京美術学校の講師となり、西洋美術史を担当、1903年教授に就任。この間、1900年のパリ万博を見学、パリの美術学生がベストセラーとなり、自由活発な講義や活動で、美工に精神な寄附をもたらした。1九百四年のセントルイス万博では、 美術部審査官を務め、彫刻や工芸にも、批評の幅を広げる。アメリカからヨーロッパ諸国を訪問。1906年に父が亡くなると男爵位を就着した。1910年以降、森外の勧めにより、慶応義塾で西洋美術史を講義した。雑誌、美術新報の改革を1909年から編集者、堺井水と共に行い、 世界各地の印象派の動向を伝え、日本国内の新しい装飾芸術運動を支持さらに1913年、雑誌、美術修法を自ら創刊、美術行政に関するあらゆる提言を行う。工芸や建築にまで及ぶ多ジャンルの制作家たちの共働きを目指し、1913年には国民美術協会の設立に尽力した。1914年、 美術学校を休職し、私費でヨーロッパに4回目の外遊。この時ロガンと会見した。また、ロンドンでルイージルスソロの未来派音楽の演奏を聴いて、レポートを残している。この外遊では、A、フッツの美術界の要人たちと面会し、見識を深めた。しかし、第一次世界大戦の勃発のため帰国後、美術学校への復職が認められなかった。 理由は不明だが、自由主義的な思想が危険視されたためと考えられる。まもなく、美術学校改革運動が起こると、正木直彦校長を厳しく批判した。この間、持病の糖尿病が悪化して、療養生活に入り、1917年に成去。岩村の墓は、神奈川県三浦市三崎の本水地にあり、同時に1930年に建立された銅像は、 朝倉文夫の作である。没後、その先駆者の早すぎる死を惜しみ、多くの追悼行事が行われた。ありがとうございます。